考え事かな。うん、ちょっとね。どうしてレースは私たちを助けてくれたのかな。レースはあんた方に感謝しとったよ。曇りのない目でありのままの世界を眺めることを教えられたとな。そんな、私の方こそレースには教わることばかりだったのに。自分は変われたとも言っとった。どこにも属さない一人の人間として世界のことを考えられるとな。あんた方を救ったのはそれが世界のためになるからじゃろう。レースは世界を救いたかったんじゃ。レースも世界を。レースは決して無駄に死んだわけではない。そうじゃろう。
うん、無駄になんてしない、絶対に。Thank you.
なんだ？よく来たな。その声は。私に触れることは不可能だ。私はここにあってないものだからな。あんた一体何者だ？セイファートの使者とでも呼んでもらおう。セイファートの使者？たとえフィブリルを持つものであっても、セイファートの試練は過酷だ。覚悟はできているな？どんな試練だろうと乗り越えてみせるぜ。ならばお前に一つだけ問おう。何故極光術を得る？そんなの決まってんだろ。シゼルを倒すためだ。何故倒す？だからあいつはエターニアを滅ぼそうとしてんだぞ。そんなのまずいだろ。エターニア、世界はお前にとって全てを犠牲にしてまで守るべきものなのか？試練は過酷だ。半端な気持ちで臨めば自らを滅ぼすことになるぞ。この世界には大切な人が生きてんだ。潰させやしねえ。そのまま正面に進み、心の手で扉を開けよう。その先に第一の試練がある。え？Thank you.
ね。ここは、うわっ、あんたセイファートの使者。無事生還できたようだな。待ってくれ、そんなあれが試練だったのか。今お前の心に渦巻く思い、それを忘れぬことだ。お前が気づかず、あるいは避けて通っていたことがそこにある。俺は漁師だ。生きていくためには仕方ないんだ。いいのだよ。お前の行為を誰も咎めたりはせぬ。知ること、目をそらさず立ち止まること、それが時として試練となるのだ。わかったよ。ごまかしたり正当化したりはしねえ。事実を事実として認めんぜ。よかろう。お前はセイファートの第一の試練を乗り越えた。よって極光壁を授けよう。光壁？時空の地平線を作り出し、あらゆる攻撃から身を守る極光術だ。レイスが俺たちを守ってくれた時の技か。さあ、次なる試練へと臨むがよい。試練はまだあるのか？俺はまたモンスターになるのか？試練の内容は定まってはおらぬ。今のお前にとって避けては通れぬ道が示されるだけだ。
は緯度と経度を表す道具です。使い方分かってますか？
中にある橋なんて初めて聞いたよ。Thank you.
天空連邦
ろ。もういねえか。
私たちの勝ち。
ビソリュート東南少年班
ラアブソリュート天空ラブ魔人レンガタンエクスプロードよし ブレード
アブソリュート連歌だ。
ロンペン天空連覇魔神連歌団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 シャープネスヒール天空連覇ブレッド魔神連歌団天空連覇魔神連歌団リラクション
モンデーモン。魔神連歌団、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 魔
Thank you.
ぜ。天空連覇ブレッド、天空イラクション、ビエンベン天元、グーマン絶衝撃、イラクション、超低反、ブレッド、アタッカー、
さん